ツイストを踊るツイストは1960年代前半に世界的流行を見た社交ダンスで音楽に合わせて特に腰をひねるのでそう呼ばれた。カップルは向き合っても肩が触れ合わない程度に離れてジルバのように手も両者で組まずに独立して踊り足は軸として回転させるが動かさずに肩、腰、膝をひねって踊る。ダンスにツイストという言葉を使ったのは 19世紀に遡り、腰をひねる動作は今後からの奴隷がアメリカへ、もたらしたという。その頃の歌でヒットしたものに、例えば、ブラックフェイスのミンストレルショーで、盤上奏者のジョエル・ウォーカース・ウィーニーが作った、バインツイストがある。フロリダ州タンパで、若者たちがツイストを踊るのを見て、1959年初めに、ハンクバラードとミッドナイターズが、ザ・ツイストをシングル版、ティアドロップス。 オンユアレターの B 面に出した。ツイストが若者にさらに人気になるのを見て、ディック・クラークはキャメロン・レコーズにチャビー・チェッカーが同曲をカバーするように進めて1959年に出されて、翌1960年にはビルボードホット100の第1位となった。その後、ツイストは世界で熱狂的に流行り、様々なツイスト曲が出た。 ツイスト以降も様々な踊りが流行っても、ツイスト人気には及ばなかった。ツイストが、ロカビリースタイルであると誤解されることも多いが、ツイストとロカビリーは、年代的にも関係はない。ロカビリーはバップより強く BOP する、黒人ダンス、またはジルバを踊る1950年代のスタイルで、ある。ありがとうございます。